皆さんこんこにちは、ドリーーームジャーニーです。私は永住の地を求めて現在は南米を調査中です今回私が考える街はブラジルベロオリゾンテブラジルの大都市サンパウロやリオデジャネイロとトライアングルを形成する都市ベロオリゾンテポルトガル語ではベロオリゾンチと発音しますがここではベロオリゾンテと呼ばせていただきますベロオリゾンテは ブラジルの南東部に位置します人口は231万人でフォルタレザやサルバドールに次ぐブラジル出血に入る都市となります日本では宮城県とほぼ同等の規模の都市といえますベロオリゾンテの物価ベロオリゾンテの物価はサンパウロやリオデジャネイロよりは少し安いですがブラジル国内においては比較的高価な部類に入りますデータでは ブラジリアとほぼ変わりませんが実際の同時期ではベロオリゾンテの方が1割程度高価でしたそれでも日本と比べると1.5割程度安い印象ですベロオリゾンテでの買い物はリアスーペルの裾が中心となりますセントラル市場でも買い物ができますがスーパーよりも割高になる場合もあります ギアは小さな店が多いので、スーペルノッソをおすすめします。町の東にあるブルバードショッピングには、カルフールがあります。住むならどこか。次に、ベローリゾンテに住むなら、どこにするかを考えてみます。ベローリゾンテは、コントルの通りの内側が町の核となります。住む場所で私が重視するのは、利便性やコスパが良いかというところ。 日本ではいくつかの主要都市に住みましたが私が選ぶなら東京一択ですその中でも新宿や東京駅に近い秋葉原付近を選びますそんな私の判断基準で考えるとサバシ地区ここに決めたベロオリゾンテはラウル・ソアレス広場から東が繁華街エリアですが北側のバスターミナル付近は治安があまり良くありません ですので、すの南側坂を上ったリベルダージ広場の周りが私にとっては最適なようですスーペルノッソもそれなりにありパティオサバシというショッピングモールもあります大きな公園アメリコ公園も徒歩圏ないこの付近での不動産価格を調べると40から50平米で60から70万である1800万円から2100万円70平米ほどで 90から100万である2700から3000万円なかなかいいお値段ですラウル・スアレス広場周りの少し古めのアパートでよければ40平米が30万である約1200万円100平米で50万である1500万円ほどで見つかります交通についてベロオリゾンテはバスだけでなく電車も走っています電車は 町の北から西に伸びています町の中心で生活する分には電車に乗る機会はほとんどないでしょう町の北側にカルロス・ドゥルモンド・ジ・アンドラジ空港があります町の中心地ラウル・スアレス広場から車で20分ほどすでに紹介したバスターミナルはラウル・スアレス広場から車で5分ほどですレンタルサイクルもありますが 坂道が多いので自転車での移動は厳しいです他の町と同じくウーバーが利用できますまとめ今回はブラジルベロオリゾンテで考えてみましたベロオリゾンテは特に不自由なく生活できる町です贅沢な話ですが特に目立ったものがなく物価も高めなのが私にとっては少し気になる箇所でしょうかブラジルはショッピングサイトの アマゾンが利用できますので不自由を感じることはなさそうです私のおすすめ度は星3つそんなところです